揚げたけど B 面が一本でも人参という、なぎら健一さんが3万円で印税を売ってしまったという、あの有名な作品なんですけども、子供の歌でございまして、数え歌です。あの最初1番を普通に歌って思い出していただいて、2番からは芸能人の数え歌みたいな感じでちょっとやってみようかなと。よかったら KBS するのもいいですよ。3、はい。ダダ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 5台でもロケット6、6話でも10年ちょ7、7匹でも8、8、8個でも1は9、9杯でもジュース10、10個でも1を一言人参サンダルやっと5話しおロケット7年と8、クジラはい、タタツタツタタ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 1位1人でも他人らありがとう2人でも朝足3人目でも小林ジェット4人でも5人でも6もう6人でも奈良島七人でも八人でも九和か九人でも十人ヘル十人でも一人だ二人三四に暮らし六七島八八八十人ヘル。ありがとうございます。